さあ、それでは行ってみましょう。試乗している車はジャガーの F タイプ、こちらの P450 5リッター V8 スーパーチャージャー、こちらのモデルでございます。いやー、いいですね。 V8、ビシッといきますね。直進安定性も素晴らしいです。そしてボディ剛性も非常に高い。こちらジャガーはボディにアルミを使ってるんですよね。アルミボディなんですね。よってこの車車重は1800近くですね。非常に実は重い車なんですが、アルミを使ってるせいか非常になんか軽い感じがするんですよね。これ結構特殊な感じですね。重さは感じないけど重いと。しかもこの車は 4WD なんですね。よってコーナーの安定性も非常に高いと。現在ノーマルモードで走ってます。ノーマルモードですとこちら電子制御のショックアブソーバーが入っていますね。サスペンションのバネ自体はコイルサスペンションを使ってるんですけども、ショックアブソーバーこちらにですね電子制御になっておりますので、こちらダイナミックモードとあとはこのノーマルモード2つ選べるんですね。ノーマルモードですとかなり乗り心地はいいですね。この辺結構路面荒れてるんですけども、非常に心地よくなりますね。カリバまでカリバ線経由で20分ほどかかります。そしてこちら発足のトルコンのオートマチックですね、 AT ですね。こちらも非常にスムーズですね。シフトアップはポン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 ショックなく上がってきますね。そして必要に応じてこのパドルですね、パドルで、まあ、シフトダウンとかですね、このようにできると。ただこれ一回パドル操作入れてしまうとあのギアが固定されちゃうんですね。よってその場合は一回ドライブに戻さなきゃいけないと。ちょっとそこが面倒くさいですね。エンジン5リットルってこれからもどんどんなくなってきますからね。あることが本当感謝ですよね。いや、非常に乗りやすい車ですね。ボディもこちらそんなに大きい車ではないので非常に、まあ、コンパクトとまで言いませんけどね。ただ車幅こそ1920、ちょっとありますよね。しかし、まあ、ホイールベースも含め、まあ、ホイールベース結構長めなんですけどね、全長も4500弱ぐらいですので、いや非常に扱いやすい大きさなんですよね。シフトダウンして、
パワーではあるんですけども、最近のよくあるまあスーパースポーツなどですね、その500馬力オーバーとかですね、600馬力とかそういったものに比べてかなり抑えてあるんですよね。実際このジャガーももう一つ上のモデルになると575馬力700ニュートンなんていうね、そういったモンスターマシンもあるんですよね。それに比べてこちらかなりまあ扱いやすいと言いますかね、そういったモデルになってますね、この P450 と。いや、いいですね。やはりダイナミックにするとですね、ステアリングも若干重くなりますし、足がかなり硬くなりますね。うん、多分画面も揺れてますもんね。
ないだけですね。これなんとかなんないですかね。いろいろセッティングしてみたんですけど、これ消し方分かんなかったですね。そしてやはりダイナミックですと運転楽しいんですけど、やっぱり足がちょっと硬いんですよね。よってこれ設定ができるんですね。足回りサスペンションをコンフォート、こちらに変えてみました。そうすると乗り心地も良くなって、これ最高ですね。その他ダイナミックにしますと、まあ、ステアリングですね。あとは、まあ、エンジンのその左側からの合流があります、ご注意ください。エンジンのその、まあ、食いつきっていうんですかね、その良さ。あとはトランスミッション、これがキビキビ変わるかとか、その辺選べるんですけども、他は全てダイナミックで、この足回り、このサスペンションだけコンフォート、これが一番おすすめですかね。一番楽しく感じますね。現在このジャガーですね、このブランド、こちらはインドのタタというタタモーターですね、こちらの傘下としてあるわけなんですけども、先日発表があったんですね、ジャガーは今後、まあ、ジャガーランドローバーという会社だったんですけども、こちらを JLR という社名に変更すると。そしてそれぞれのブランド、ジャガーですね、そしてディフェンダー、ディスカバリー、レンジローバー、これをですね各ブランド化して、まあ、振り分けると、そういった展開にしていくそうなんですね。よって現在ですと、まあ、ジャガーランドローバーということで、まあ、ディーラーですね、こちらが、まあ、ジャガーとランドローバー関係、この辺を一緒に扱っていたと。ところがこれからお店によってはジャガーだけ、ランドローバーだけとかですね、そういったお店に分かれてくるかもしれないと、そういったこともあるみたいなんですね。そしてジャガーは2025年までに全てのラインナップを電気自動車に変えると、そういった計画を出してるんですね。2025年ってもうあと2年ですよ。よって今後新車として出てくるジャガーの車は全てもう電気自動車なんでしょうね。そうするとこちらの V8、 5リッター V8、 こんな車はもう今後ジャガーからは出てこないんですね。いや、貴重な存在となりますね、こちら。やはり世の中これからどんどん電気自動車が増えてきます。そうするとこのようなガソリンエンジン、しかも大排気量、こういった車はもう絶滅危惧種ですからね、非常に貴重な存在になりますね。乗れるうちに乗っておきたい、そういった車ですね。ちなみにですね、このジャガー、こちらのまあ発音といいますか名前なんですが、日本ではジャガージャガーって言いますけど、こちら海外ではこの名前じゃ通じない可能性があるんですね。イギリスではジャギュアーとかですね、そんな感じの発音らしいですね。でアメリカ英語ですとジャクワー、そんな感じらしいです。よってそれぞれの国の方にジャガージャガーって言っても多分伝わらないかもしれませんね。英語って難しいですね。首都高を流していて、先ほどレインボーブリッジ通りましたよね。そしてちょっと前に横浜翼橋を通り、最終的にベイブリッジですね。いやー、高速道路のこういった大型の橋ってかっこいいですよね。横須賀方面の広域情報です。カマリアジャンクションまで湾岸線経由で20分ほど、カリバ線経由で25分ほどかかります。
道に降りてきました。いやー、首都高楽しかったですね。やはり高速道路の巡航ドライブもいいですけども、やはり普段の足として使うこの一般道、こちらどんな感じなんですかね。このウィンカーの音がね、面白いですよね。傾けると3回ですね、こっちにこっちにこっちにと3回なって止まると、そういったタイプですね。そして押し切るとずっとなってるとですね、そんな感じですね。この3回ぐらいちょうどいいですよね。うん、やはりコンフォートの足、これいいですね。ダイナミックモードのままなんですけども、足回りサスペンションをコンフォートにしてるんですね。これやっぱ最高ですね。この V8 のエンジンですね、5リッター V8 のエンジン、こちらやはりトルクが非常に太いんですよね。どっから踏んでも必要以上のパワーを与えてくれると。それでいて過敏じゃないんですよね。グッと踏んでパッとパワーが出るような、そういったあの激しいアクションではなく、じわっとモリモリって感じなんですね。そこがまた絶妙。やはりこのアクセルのレスポンスっていうのは、こちらは運転に非常に重要なんですよね。グッと踏んだタイミングでパッと車が動く、それが理想的なんですけども、これがあまりにも過敏すぎてもギクシャクしちゃうんですよね。電気自動車の場合などはアクセル踏んだ瞬間にもうすぐトルクがパッとかかると、そういった動きなんですけども、やはりガソリンエンジン、アクセルを踏んでから、まあ、約1秒間ぐらいですね、動くまでに時間があると。まあ決してこれが遅いというわけではないんですが、ここがあくまでも過敏すぎるとやっぱ不快な運転になってしまうんですよね。さあ、いかがでしたでしょうか。今回はジャガーのスポーツカー F タイプ P4505リッター V8 のモデルですね、こちらを試乗いたしました。いや、この車非常に乗り心地もよく素晴らしい車だと思いますね。しかも5リッター V8 もう絶滅危惧種のエンジン、いやこれはぜひ一度乗っておくべきですね。非常に有意義な時間でした。まあ色が赤ということもあってですね、この車非常に目立ちますね。やはり一般道に降りてきて信号待ちとかでいろんな人がもう見るわ見るわ、写真まで撮られましたからね。いや、 やっぱ私のケイマンとは違いますね。さあ、最後までご覧いただきましてありがとうございました。ジャガー F タイプ、ぜひともおすすめでございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。